はい、中学国語の文法の授業をしたいと思います。今日からいよいよ、最後の助動詞っていう話を順番にしていきたいと思います。助詞で話した時と同じように助動詞も全てを完璧に暗記しようとすると、パンクしちゃうので、まず何から始めていいか、最低限ここまではこうやって覚えてくれっていう順番を指し示すので、いきなり一個ずつの助動詞を全て完璧に活用のね、あそこに書いたけど活用の音まで全部暗記しようとするとパンクしちゃうので、今から、まずこっからスタートして、これができたら次これもできるようになって、これができたら次これも行こうかって感じで喋っていきます。まずここに書いたのはちょっと復習になることで新しくはないんですが、まず板書でノートを取る人は動画を止めて、まずは映してください。そして再生ボタンを押して、再開してください。はい、まず助動詞はじめに、最初に助動詞でできるべきことはいい。まず一個一個の意味を覚えることも大事なんだけど、最低限品詞として抜き出せるようになってください。いいね。だからこれは新しくありません。中2の頃に品詞を、全部ね、10品詞教えた時に、助動詞はこういう風になるよっていう、ああいう品詞としてちゃんと区別できるかどうかっていうのが大事。意味。じゃないと、長すぎたり短すぎたり、変なところで助動詞を区切って、違う品詞のものまで助動詞って言い出すと、もうそれって存在しないものだから、それに対しての意味なんて覚えれるわけがないんで、最低でもこういうのは助動詞になるなっていう品詞が抜き出せるようになりましょう。はい、復習です。助動詞とは、付属語で活用のありの品詞だと言いました。いい。詳しくは10品詞の動画を見直しておいてください。簡単に喋ると、付属語ってなんだっていうと、自立語と付属語の自立語以外すべてです。はい、ここに書きました。自立語の抜き出し方です。各文節の頭の一単語が自立語、それ以外が付属語。この辺も弱い子は動画で見直しておいてください。遡れば復習動画いっぱいあります。はい、さらに米印、助動詞っていうのは読んで字のごとく動詞を助ける品詞なので、すべてとは言いませんが動詞の下につきやすいです。いいね。ただし後からやる断定のだとかですみたいに、動詞以外の名詞とかにつくものも、ちょっとありますが、多くのものはあそこに書いた例と同じように動詞の下につきやすいです。はい、というわけですげー簡単に書きました。私は今日車で行きますっていう文章を、例えば自立語付属語に分けると、これも中2の復習ね。まず文節に分けます。そして単語に分けます。そして各文節の頭の一単語は自立語になる。どういうことか。私はね、今日ね、車でね、行きますよっていう文節に分けて、さらに単語でね、私とは車とで、行きとますで分けれる。この辺っていうのはもう文節単語分けの復習をしてください。そうすると、各文節でここなら私、ここは今日、ここは車、ここは行き、この頭の一単語は自立語です。頭の一単語は自立語になるので、これは助動詞ではありません。当たり前だよね。そこから付属語が溢れてくるんだけど、わーとかでは前回の動画で喋ったように助詞になりますね。詳しくは各助詞や副助詞などの見分け方を見てください。この辺はそういう助詞になって、最後のます、ここだけが動詞を下に助けている助動詞になりますね。ただしもう助詞を前回の動画でしっかり勉強した子なら、文末にも助詞は来る可能性がある。詳しくは終助詞ですね。終助詞もあり得るので、次に活用ありかなしかでしっかり判断すると、例えばこの行きますのますっていうのは、他をつなげようとすると、行きましたのましに変わらないで。ますは、ましって感じで、まあこれ連用形なんですが、連用形になるとましに変わることができます。これ活用ありです。ね。だからここまで書けば、付属語で活用ありの助動詞だな。ね。ますは助動詞っていう風に、まずは品詞として自信を持って書くことができます。いいね。この品詞名を書くのだって全然入試出るから、まずこっからスタートして。これが助動詞のスタートライン。ただし、最初に言ったように全て完璧にっていうのは難しいので、今俺は、これをましは連用形って言いました。ね。じゃあますはどういう風に変わるのかっていうのを、
動詞の時の五段活用とか上一段活用みたいに、すべての助動詞で一応表はあるんだけど、あれを全部暗記するのはちょっとしんどいんで、一番最後にできる子だけしてください。ただし、一般の公立入試で助動詞の中身の音なんて活用表で問われることはほぼないので、参考程度に活用するんだなぐらいにしておいてください。ここを完璧にしようとしすぎて、後で書く、本当は意味が一番大事なのね。意味が、ちゃんと見比べられるかとか、ちゃんと自分で理解できるかっていう意味が大事なのに、これを覚えないまま活用あたりでごちゃごちゃして、迷子になって助動詞を諦めるっていうことはしてほしくないので、すべての活用は覚えなくてよい。最後に完璧に意味まで理解できた子で、できる子だけは本当の意味で覚えてもいいよ。ただし、あまりテストにはここまではさすがに出ません。助動詞1個ずつの種類に対して1個ずつちょっと変わった活用をするので、それをすべて暗記しろとは言わないので、ここは活用するなぐらいの確かめるときね、他とかいろいろつけてみたら変化することぐらいはできると思います。活用するんだなぐらいの理解で今は留めておいて、次に行きます。いいね。はい、助動詞がまず抜き出せるようになったら、このますとかね、このますとか、走ったのたとかね、食べないのないとか、こうやって何個かこうやって助動詞がポンポン出てきます。それぞれに対して全て意味があるんで、これを覚えるのが大事。ただしこの意味っていうのも、今言ったように、助動詞の数ごとに、一個一個に意味がついているので、つまずかない順番で助動詞、助詞は勉強してほしいので、この意味も簡単順。もしくは意味の少ない順ですね。いい。ここに書かれた意味ってやつも、ある助動詞では一つの助動詞の中に4つぐらい意味が入ってるやつがあります。れるとかられるってやつなんですが、自発可能受け身尊敬とかね、そんな感じでもう4つも意味が含まれている助動詞もあれば、例えば否定、ね、食べないのないなんて否定文の否定だよね。この1個しかない意味の助動詞だってあるわけ。だからこの意味も最後は全部覚えてほしいんですが、一つの助動詞に対して意味が一つしかない簡単な助動詞から最初に喋っていくんで、しっかりと覚えてください。今までの文法の授業の中では一番やっぱり覚えなきゃいけないし、難しいところではあるんだけど、ここは逃げれません。ここは逃げないで今から一個ずつリストアップしていくんで、しっかりとついてきてください。ただし、活用はその後に回しておいていい。この活用を先に覚えようとすると、こっちが弱くなって、結局テストに出るのこっちが多いからね。だから、しっかりと順番を、道筋をしっかり自分で決めて、つまずかない順で今から喋っていきます。じゃあ頑張って、一個一個の意味を見ていきましょう。はい。じゃあ今から助動詞を本当に具体的に一個ずつリストアップしていって、その中に持つ意味の話を、書いていきますが、数も種類もそこそこの量があるので、何度も言いますが、はい、ここに書きました。いきなり完璧に全てを覚えようとして逆にパンクしないために、覚える順番はこんな感じのがいいよっていう道筋を立てます。はい、各助動詞の意味っていうのは、今から例えばね、走ったの他は過去とかね、食べないのないは否定とかいろいろ喋りますが、その中で、一つの助動詞に、今のたとかないね。これが一つの助動詞。一つの助動詞に、一つしか意味を持っていないタイプがまずあります。つまり、一個の助動詞に対して一個の意味。一対一の関係みたいな感じかな。これは優しいんです。覚えりゃいいだけだから。いいね。もちろんそこで覚えるって作業はいります。だから、こっちから覚えてねってまずは教えます。教科書や文法書ではそういう順番では書いてくれてません。おそらく重要度だったり何かのルールにのっとって、もういきなり1個目の助動詞で4つぐらい意味があるやつとかをいきなりボンと載せる本もあるので、そうは教えません。挫折しないために1個の助動詞に1個の意味しかないパターンのやつからここでは教えていきます。はい、次ね。さっきも言いましたが、中には、例えば食べられるとかのられるっていうね、言葉も、今俺は受け身のつもりで言ったけど、まだこのパンは食べられるとか言って、可能っていう意味に、転じることもある。ね。もしくは、尊敬や自発っていう意味を持つこともある。れるとかられるっていう助動詞は、
はい、この一つの助動詞の中に4つぐらい意味を含んじゃう、そしてどれかを自分で選ばなきゃいけない、判断しなきゃいけないタイプがあるんです。はい、それを複数の意味タイプと書きました。複数の意味タイプ、これはまず後回しにします。なぜかというと、たくさんあって覚えづらいからね。いきなりこれからスタートすると挫折して、この1個だけしかない意味の簡単な方のやつすら覚えなくなっちゃう子がいるんで、その順番を自分で変えてみましたね。簡単順から覚えて、それができたら複数持つタイプのものを1個ずつ覚えていきましょう。結局こっちも完璧にやりたかったらちゃんと言葉覚えなきゃいけないんだけど、はい、ここに書きましたね。今言ったように、例えばレルとかラレルっていうのは、受け身、尊敬、自発、可能っていう4つ意味があるし、今言われた言葉にも、なんだ自発、なんだ可能ってね、そういうちょっとした難しい専門用語も入ってるんで、それをすべて覚えるのはやっぱり至難の技です。ね、ただし、トップ層を狙うんだったら覚えてほしい、ね。これは必要な知識かなと思います。が、それがちょっと無理な人も中にあると思う。このレベルを全員に完璧に覚えろとは言いません。いいね。文節単語分けは俺はどんな子にも対してもできるようになれています。それがスタートラインだから。ただしここは、そういう全員が 100% 絶対にできるようになりますよとは確証を持って言ってあげられないので、そこをちょっと難しい無理な人は、ただし簡単に諦めないでください。そういう人は、せめて見分けられるようになってください。いい。簡単に言うと、この複数の意味の中で、3個は、この A っていうタイプの意味で書かれとって、1個だけは、その複数の中の違うパターンで出してきて、仲間外れはどれですかとか結構出てくるんだよね。1、2、3番まではさっきの尊敬っていう意味で使っとって、4番だけ受け身っていう意味で、例えば問題が出されとったと。あ、これだけなんか違うなとね。言葉はちょっと受け身っていう言葉覚えてないかもしれん。尊敬とか自発なんて言葉覚えてないけど、この3つは何か同じ書き方に見えるけど、この1個だけなんか違う意味で書いてないかなって、なんとなく見分けられるだけでも、記号問題にここ非常に出やすいので解けるようになります。だからやっぱり複数の意味タイプは、意味覚えれなかったら全部捨てるんじゃなくて、雰囲気で、もしくは今までの国語力的に見分けられるぐらいまでいけるだけでも点数になることがあるので、すべて覚えれれば完璧なんですが、無理でも諦めるなと言います。無理でもこうやって見分けられるだけでも記号問題なので、間違い探し、仲間外れ探しができるので、絶対に全員に対して諦めないでくださいと言っておきます。ね。完璧は無理でも諦めるのはやめてください。はい、じゃあ今から簡単な一つの助動詞に一つの意味しか持っていないものから、丸1番とか書いて順番に、全ての種類リストアップしていくんで、まず頑張って板書して写して、そして覚えていってください。じゃあ1個目書いていきます。はい、1個目の助動詞をセルさせると書きました。これセルもさせるも同じ助動詞なんで、一つの助動詞と思ってください。例えば、食べるだったら、食べさせる。ね。走るだったら、走らせる。みたいな感じで、どっちになるかっていうのは、上の動詞の、活用の種類などで変わってきます。まあ、それは置いといて、セルさせるは、どんな意味を含んでいるかっていうと、はい、これ覚えてください。刺激です。刺激。まあ、刺激っていう言葉自体は、誰かにほにゃららさせるって意味ですね。だからもうそのままですが、人に、やらせる。まあ、人にやらせることって一応書いておきました。まんまですが、この刺激っていう言葉自体は、高校とかに入ると、英語でもよく出てきます。刺激動詞とか言って、人に何々させる。ね。まあ、無理やりさせたり、許可を与えてさせたりね。その辺の違いはあると、とにかく人にやらせることを指すんで、刺激っていう言葉を初めて聞いた子は、まずはそういう意味があるんだと覚えてください。はい、短い例で、生徒に何かを書かせるとか、野菜を食べさせるとかね。書くっていう五段活用とかだったら、セルにつながる。ね。走らせるとかと一緒ね。でも、はい、この食べるっていうのは、食べないっていう、これ、下一段活用をするんで、下一段活用の時には、させるが下に続きます。こんな感じで、上の動詞によって、せるかさせるかは変わってくるんですが、同じ助動詞。どちらも、人になんか無理やりやらせとる感じ。もしくは、上から、ほにゃららさせてる感じがするよね。これのことを、刺激と言うんで、刺激の助動詞って覚えてください。
こんだけです。ね。1個に対して1個の意味しかないってやつってそんなに難しくないから、今からそれを何個か続き書いていくんで、しっかりこれは覚えてください。2個目いくよ。次。はい、次。たいとたがる。ね。たいとたがる。特にたいは簡単かな。食べたいとかのたいね。こっちは食べたがるのたがるなんですが、どちらもしたいなーっていうニュアンスを表す希望って覚えてください。これはもう定義いらないよね。希望は希望です。英語の want to みたいに何々したいなーって望んでることを希望と書きます。これもしっかりと覚えてください。ただしたいとたがるは微妙にニュアンス違うから、短い例文書いてみるよ。はい、ここにちょっと例を書きました。お菓子を食べたい。お菓子を食べたがる。まあどちらも、どんな意味ですかって聞かれたら、希望って書けば丸もらえます。が、どんな違い、皆さんは、感じ取りますかと。ね。これ、どちらも等しく使っていいかって言ったら、そうでもないよね。普段俺らが日常会話で使ってる、どちらも使ってますが、全くイコールでは使ってません。自分の言葉でいいんで、どんなニュアンスの違い生まれてますか。これちょっと言葉にできますかと。いいね。これ実は、もうみんなも、こういう用法を使って、普通に文書いていけばわかると思いますが、右の食べたいっていうのは、自分がしたいことなんですね。いい。だから、希望って書きましたが、自分のって書くことができる。自分の。まあ、テストでは希望って書けば正解なんですが、自分の希望だと思ってください。もしくは願望ですね。自己願望と思います。自己願望ね。それに対して、こっちの希望は、誰か他の人がね、自分じゃない第三者の人が、彼がお菓子を食べたがっている、みたいな感じで、他の他人が何かそうしたいなって思っている時に書くのがこっちなんです。だから、他者の希望って書くよ。他者の。他者の希望と書きました。もしくは他者願望っていう人もいます。他者願望。この辺は自分の願望なのか他者の願望なのかによって、高校の時に古典とかでもこういう表現の違いは出てくるんで、一応この辺の言葉ね、自分なのか他人なのかっていうのは結構大事にしてください。ただしテストで書くときは、中学校の時は、希望だけで伝わると思います。はい、ここまで書いたらわかるけど、助動詞って結局、俺らが使っている日本語内でいい。俺らが無意識で使っている日本語にバンバン入り込んでいるんで、しかも、このニュアンスをちゃんと込めながら俺ら喋ってるし、感じ取れてるよね。それを、あえて言葉にするならこういう言葉っていう感じで覚えるぐらいでいいでね。いい。あんまりガチガチに学問っぽく覚えるんじゃなくて、あ、俺ら今なんか食べさせるって人にやらせるって言いたい時に使っとったけど、それって刺激っていう専門用語があったんだぐらいでいいです。まあこっちもそうね。希望っていう言葉でいいんだぐらいでいいので、日常会話の用法と、文法を切り離して考えないでください。すべてが繋がっていると思って、この二つをまず覚えてください。はい、三個目。これも一つの意味しかありません。ない、ぬ、ん。ね、何々ない、何々ぬ、もしくは何々ぬ。そんな感じですが、簡単ですね。否定です。これも普通に使っとってわかるよね。めっちゃ簡単なんで、もう先に書いておきましたが、写してください。いくよ。今日は走らない。私は負けぬ。ちょっと固い言い方だよね。で、ちょっとまあ、これ、使う地域や、多分、性別、年齢によって、これ使う人、使わん人いると思いますが、負けん。ね。負けん気が強いの負けんとかと一緒だよね。この負けんっていうのは、まあ、俺らが住んでる地域でも、使う人は使うよね。食べんとかね。走らんとか。こんな感じで使う、んも、否定文を作るときに使っています。つまり、意味は否定。英語で言うと、not をつけている感覚ですね。is not とか、does not とかね。そういう not をつけたいときに、日本語では、この動作の、後ろに助動詞的なニュアンスでつけることになります。はい、これも非常に簡単なんで、これぐらいでどんどん行くよ。はい、じゃあちょっとギアを上げて、一つの助動詞に一個の意味しかないやつを三個ポンポンポンと並びました。ここまでで一個しかない世界は終わりです。だからここまでを簡単な世界だと思ってください。はい、4番目、何々ます。ね、ますなんて見たらわかるよね。丁寧です。敬語の授業で先に覚えた子もいると思いますが、これは品詞的には助動詞って言って、丁寧と言います。もう文字通り、はい、私は走ります。動詞の下にますをつけると、丁寧なニュアンスが生まれます。こんだけ。5番いくよ。らしいってやつは、何々らしい。ね。これは、推定っていう言葉が当てられています。
推定の推ってのは、推し量るとかね、きっとこうだろうって思う、そんな意味なんですが、まあ一応定義を書くと、何らかの根拠に基づいて推し量る、多分こうだろうって思うことを推定と言います。まあこの定義はね、一応参考程度にしといてください。例えばこういう文章。今日、父が帰ってくるらしい。ね。今日、父が帰ってくるらしい。これって何か、誰かお母さんが言っとったからとかね、誰かに聞いたからっていうね、そういう根拠があるよね。そういう何かしらの根拠があるもんで、これって多分、確信度結構高いよね。帰ってくるらしいよ、みたいな感じで、そういう根拠がありながら、きっとこうだって言ってるのを推定と言います。この推定っていう言葉は、後ほどやる他の助動詞でもちょっと出てくるやつがあるんで、これはこれで別問題で大事だと思っていてください。今回らしいっていう助動詞には、一つ推定っていう意味が当てられていると思ってください。また別の動画で言いますが、発展レベルでらしいっていうのは、実は推定以外でもね、彼らしいとかね、それって彼らしいねとか、中学生らしい格好をしなさいとかね、そういうらしいは、この助動詞とは別問題であるんで、またいつか受験対策で、見比べる話をしたいと思いますが、今回はこういうね、動詞の下についとる助動詞扱いのらしいを推定と喋りましたんで、覚えておいてください。はい、6番目、何々だ、何々です。どちらも、はっきりとそう判断して言ってあげること。そのことを断定と言います。はっきりと判断すること。いい。ですになると、本によっては、丁寧な断定って書いてあります。だから、より丁寧バージョン。まあ、見たらわかるよね。ですにした方が、丁寧な感じ出るよね。そんだけです。どちらも断定って書いておいてください。もしこの中で、さらにね、丁寧断定、丁寧な断定とか書いてあったら、ですの方にそれを当ててあげてください。はい。私は中学生だのだが、断定のだになります。これ、今までも何回か喋ってるんですが、文節単語分けや自立語付属語などの話でも、このだは単語に分けれるだと分けれないだの世界があって、この分けれるだの方を名詞に断定のだがついてるだけなんだっていうふうに喋ったことがあります。そっちのだなんで、ここで名詞の下についてですね。名詞の下。はい、星印。一応これね、助動詞今まで全部、まあ、動詞の下に来るよって、そういう傾向を喋って、今んとこ全部来てたんですが、このだは、動詞の下に来てません。中学生だ。名詞の下に来てるんで、このつながりで言ったらちょっと、イレギュラーな関係っていうかな。だからしっかりと覚えてください。助動詞の断定っていうのは、名詞の下につきます。だから動詞を下で助けるっていうやり方はしてませんが、まあ、単語分けの時に、こうやって分けましょうって言っていた時の、このだのことだと思ってください。ちなみに、分けちゃダメだよもだもあったよね。それは、状態にだがついているやつ。もしくは、穏やかなとかね。何変えれるやつって言いました。これは、形容動詞と言いましたんで、一つの、単語、品詞だと思ってください。ね。だから、だの見分けってやつは、前喋ったように、何変えれるかどうかなどで、喋った、あの、分けれる方のだのことを、助動詞断定のだと覚えましょう。はい、こんな感じで、ここまでが一つの助動詞に対して一個の意味しかないやつです。だから、覚えやすいよって言いました。まあ、それでも専門用語があるんで、それをしっかりと覚えるっていうことは大事なんですが、今から喋ってくるやつが、この一つの助動詞に対して複数の意味を持ち出すんで、こっから頑張って、気を引き締めてついてきてください。